フェントラミンは、化逆的、α1.2 需要体非選択的遮断薬である。主に α1 需要体遮断による、血管拡張薬として機能する。低血圧と α2 需要体遮断により、交換神経を緊張させ、反射性頻脈を起こすこともある。主に高血圧性緊急症の制御、特に褐色細胞種によるものに用いられる。 感動脈連縮を招き心筋拒血や高血圧を悪化させるとの考えから一般的にコカインに誘発された心血管合併症の治療にはベータ遮断薬は避けられておりフェントラミンなどのアルファ遮断薬が有用である。だがこの用途ではフェントラミンは第一選択薬ではなくベンゾジアゼピンニトログリセリンカルシウム拮抗剤が十分に走行しない場合に限るべきである。 血管を拡張して血流を増やす作用があるため、海面体内に注入することで、勃起不全の治療にも用いられる。ノルアドレナリンに代表される昇圧剤の一室が抹消の血管収縮を招いた場合の対抗策として、救急カートでこれらの薬剤の側に置かれることがある。アドレナリンはノルアドレナリンよりも β 受容体への作用が強いため血管拡張作用が弱いが、 やはりその作用は容量依存的である。複合性局所等通症候群への治療効果もある。近年、歯科分野においてフェントラミンが局所麻酔反転剤として導入されている。多くの局所麻酔剤は局所的に血管を収縮させることでその作用を持続させているが、フェントラミンはその作用を逆転させることで麻酔を解除する。製品の一つであるオリバースはメッシル酸。 フェントラミンの注射剤で広く用いられている麻酔剤と血管収縮剤の組み合わせに対して軟組織に残るしびれを取り去る作用が確認されている。エムフェノールにクロロメチルイミダゾリンでアルキル化することで合成される。ありがとうございます。